エルガーのバイオリン競争曲路短調作品61は1910年に作曲されたバイオリンと還元楽のための競争曲。通例通りに以下の三楽章からなる。アレグロ・アンダンテ・アレグロ・モルト非常に厳粛でロマンティックな作品であり、とりわけ第二楽章がそのような性質を持つ。第一は古典的な的そな形式を踏まえて、 オーケストラのみによる主題提示部が設けられ、バイオリン独奏による主題の確保が後に続く。第三楽章はとりわけバイオリンの超絶技巧が要求され、ダブルストップや急速なアルペッチョ、さらに作曲者が考案したピツカーと取れ物が目立っている。所要時間は最低45分を要しており、バイオリン競争曲の歴史の中では比較的に演奏時間の長い作品である。 フリッツ・クライスラーに検定されたが、クライスラーはあまりこの作品を好まなかったのか、録音を残していない。歴史的名バイオリニストのうちこの作品を好んだのは、ヤッシャ・ハイ・フェッツであろう。ユーディメニューインは、作曲者自身の指揮によって、録音を残した。その後もなかなか上演や、録音の機会に恵まれなかったが、イダ・ヘンデルのほか、提供は、イツアーク・パールマンや、ナイジェル・ケネディ、 最近では、ヒラリー・ハーンによって、積極的に録音されるようになった。独奏バイオリン、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、コントラファゴット14、トランペットに、トロンボーン3、チューバ1、ティンパに、弦楽合奏。ありがとうございます。